ってまいりますポケモンはこちら、偉大なキマとなっております。このポケモンね、僕の個人的な好きなポイントは英語名がグレートタスクで、なんかかっこいいなっていう。今回ね、使っていく偉大なキバはなんと陽気の最速エース型となっていて、かなりね攻めっ気がある。まあこいつね、まあ素早さもまあ中途半端な感じはあるんですが、サーフゴーよりなんと速いというね爆ガードを抱えておりますので、素早さ上げる価値はかなりあるのかなというところなんですけれども、まあ読まれにくいっていうのもあるよね。全振りせずにね、攻撃と HP とかに振って、まあ耐久していくみたいな、トリックルマアタッカーですみたいな、まあやつとかもかなり、まあ使われると思いますので、結構意表もつけるんじゃないかなっていうところも感じておりますが、まあ飛行テラスタルしたね、とどろく月と相性がよく地震とかもね、打っていくことができるっていうところで、まあ、2体ともね、まあ、フェアリーが一貫してるっていうところもあるんで、こっちのね、偉大な牙はなんと鋼テラスタルで使うことによって、まあそういうね、フェアリーとかを逆にカモリ散らかしていこうっていう、まあ、シンプルに技が強すぎないですか。とりあえず皆さんにも注目してほしいんですけど、ぶちかましとかインファイトって、まあ、これどっちもね同じやつなんですけど、まあどっちも命中100、威力120で、どっちも撃った後に防御と特防が1段階下がるわけなんですけれども、もう耐久ね逆に捨てる特攻隊長みたいな使い方するっていう AS。 まあ次使う時とかは攻撃と特防に振って直帰とかね、ありえんほど硬いやんみたいなやつも使いたいですが、まあ、今回はね、まずは特攻隊長やっていきたいというところで育成してまいりました。まあ今回ね、どれぐらい活躍するのか、まあどれぐらい環境入りしてくるのかっていうところね、確かめるためにも皆さん対戦パート見ていってください。スペシャー。はい、では今回の決戦者の方はナスビーさんです。よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ石変人ね、このポケモン使われるとめちゃくちゃ強いです。特性なパワースポットっていうのが、まあ、味方のね火力を上げるっていう、あの異次元の特性となっておりますが、あの特防がねもう本当にこの世の終わりほどあの低いので、タスキを持ってあのもう攻撃と素早さにねもう割り切ってもう全振りしてるみたいなやつがね結構まあいたりするんですけど、なんか今作普通に強いんだよな、なんか使われると困る。海外の上位勢とかにね使われてなんか普通にボコられたし、ワイドガードも覚えるしね。はい、まあ、かなりいい感じのポケモンなんですけれども、そうですね、まあ、相手は追い風のノリはねあんまりなさそうだけど、まあ、逆にトリックルームのノリはそこそこあるか、まあ、カイリュー一応追い風覚えるんですけど、まあ、今回トドロクツキと、でも偉大な牙はまあもうそこそこ以上に刺さってないか、これちょっとさすがに刺さってないか。あ、でペリッパー、ペリッパー土下座、はね、これ、グレーアルマにもね、かなりやっていける並びとなっておりまして、まあ、エスパーをね、まあ、土下座が無効化にして、まあ、めっちゃ、グレーアルマに圧力かけれるっていう感じなんですけれども、炎に関してもね、雨を降らすことによって、しっかりとケアできると。まあ、古代活性でね、なんか晴れを利用してみたいなのもありますけれども、それに対抗しても逆に雨使っていきますよ、というところですよ。さあ、行きましょう。羽ばたくキャミとイエスさんですね。なるほど、そうきましたか。まあこれは最後シード。なるほど。まあこれはね、羽ばたく髪が、古代活性で、何が上がる？素早さが高まりましたね。はい。なるほど。抜かれてしまうという形ですね。これどっちかが、どっちかが、テラスタルしないとピンチということですね、これは。しかしトリックルームはないか、この感じ。さすがにこの感じでトリックルームないか。これね、逆に守って偉大な牙でテラスタルして地震でやってくっていうのかなりありじゃないですか。どうっすか、この指止まれも貫通できるっていうのがかなりポイントとなっておいて、まあてかそれしかポイントじゃないですね。はい、それです、ポイントに関しては。イエスさんが引いてきてこれはなんか油断してグレーアルマとか来るよ。イシエンジオッケーイシエンジオッケー。いや、いいっすね。相手もここでのね、まあ、ゴリ押しのあの偉大な自信は読めなかったんじゃないですか。まあ、これね、鋼テラスタルにすることによってね、このフェアリータイプに対してかなり強く出ることができるっていう感じなんですけれども、まあ、今回はね、あ、もうフェアリータイプの超絶筆頭ですよ、この羽ばたく神選手は。まあ、一番ね、このパラドックスの中でも強いと言われているポケモンのうちの一匹なんじゃないでしょうか。まあ、環境ね、まあ、変わってきてどうなるか分かんないですけど、まあ、鉄の包みとか、
あとはそうですね、羽ばたく髪とかは本当に最強候補、驚く月もですよね。この辺が強いと言われていますけれども、どうなるんでしょうね。さあマジカルシャイン、オッケー。マジカルシャインをパワースポットで火力上げましたが、鋼で受けることによって相手がねかなり似ちゃっていたところだと思うんですけれども、鋼テラスタルね、意外と食らった。鋼テラスタルね見せることによってね、カウンターです。てかフェアリーテラスタルしてるっていうね、この殺意の高さ半端なくないですか。からのオッケー、はいー、はぁ、マジで。いやこいつ防御は死ぬほど低いんですよ。いやマジね、ワンチャン倒すかなみたいな、ワンチャン倒すかなって感じはあったよ、もちろん。ただここでワンパンはやばくないですか。マジか、弾強くね。これマジでもう上がったわ、盛り上がった、マジで本当に盛り上がった。でこれはまあ、さっきのね羽ばたく髪倒すことができたんで、まあ、追い風がね先制でできるっていうところをありますの でワイルドガードされたらまあだるいなって感じですね。まあとはいえアクロバット、アクロバットを打ってっていうのも周りか。一変人に噛み砕く偉大な牙攻撃、うわー、なんか何でもいいな、何でもいいな。追い風さえ決めれればまあ大体勝ちそうだから、一旦追い風する、追い風して、自信はちょっとあれか、インファイトでいくわ。追い風決めていきます。あ、パワースポットのねこの石はオッケー、オッケー、いいよ。相手タスキじゃないよ、この石の攻撃ぐらいなら多分ね、偉大な牙インファイトで下がっても耐えると思うんで、かなりいいんじゃないですか。まあでもこれね、一応ちらついてた裏目としては、アクタグリ、アクタグリはまあまあまあいいでしょう、許す。この裏目はまあタスキマスカールのトリックルームかな、それはちょっとさすがにケアした方が良かったかな、微妙だね。微妙だね。さあ届く月、これはどうしましょうか。まあ土下座、まあペリッパ、ペリッパだけいきます。まあでもさすがにこっからまくられるってことはありますか、イエスさん。まあ悪技をね、はい、効果抜群で打てるっていうところありますので、まあ、噛み砕くは打ちますか。でこう集中してね、雪崩とか打たれたらまあだるいんですけど、まあそこからようやくなんか面白くなってきやがったぜって感じになると思うんで、まあ、守る雪崩は一応許容として一旦集中します。はい、トリクルも貼られないことが一番、まあ、優先していきたい事項かなと思います。名物見とかでね噛み砕く半減されながら暴風なんかギリ耐えてみたいなことされたらねかなりだるいんですか。はい、ということで、まあ、この試合もね、ありえんほど偉大な牙が活躍した回となったかなと思いますけれども。はい、ということで、今回の犠牲者の方は R さんです。よろしくお願いいたします。ということで、シーズン1の最終日にね、ボケほど当たった、高レートの人の可能性が高いんですが、見た目のね、インパクトがすごい構築を使っていらっしゃるということで、リンヤさんなんですかね、それとも昔ポケモン界ね、2012年ぐらいに R さんっていう人がね、すごい強かったんですけれども、まあ、どっちかか、もしくは全然違う人なのか気になりますが、よろしくお願いいたします。まあこれはでも相手絶対トリクルームだから、絶対トリクルームだよなこれ。いやでもトリクルームと見せかけすぎて逆に違うみたいな、普通にとどろく月、とどろく月でも一応ね、なんか悪で抜群つけるっていうね、アドがありますから。で、まあ、炎、ワイドガードとかできるし、ペリッパー出しますか。これで、これでいきますか。まあ、力気にいるんでね、ジェットパンチマンのイルカもあんま刺さって、まあ、ないっていうところと、まあ、サーフゴ出すなら先発がいいっすよね。おそらく。まあ、先発がいいんだけど、まあ、ちょっと今回偉大な牙で勝負してみようかな。いうところですが、ハッサムと、ハッサムとレキキリン。レキキリン？さあ、ここは素早さが上がります。さあ、五大活性。レキキリン、まあ、トリックルもされんかったら勝ちそうな雰囲気は、もうね、ありえんほどあるっていうところで、ここはもう噛み砕く。テラスタルして、テラスタルしてなんか虫技とかをね、半減するっていうのももはや一強ですよね。ええ。
でテラスタルしてさらに地震、ぶちかましますということで、これでどうだ、これどうだ、猫騙しとかのサポートないからトリックルームね、いきなり押すっていうのは結構難しいような気はしますけれども、まあ守る、はい、まあ、これはねどうでしょうか、まあ、ただ地震でありんほどダメージ入れれると思うからファッサムに、うん、あとは守るトンボ狩りだと思うんだよな雰囲気的に。それを半減していつつ地震打ちやすいっていうのはかなりいいですよ。これはもう偉大な牙のね、もう偉大なる相棒ですよこんなもんは。さあ半分削っていくトンボ、おー、あー威力高いねこれ、今一つでこれハチマキ確定やんっていうね感じです。はい、もう一回出てきた時のねバレットパンチに気をつけましょうというところでしょうか。今のが、まあ、威力35だったのに次のバレットパンチは威力90か、それ計算合ってる、なんか火力高すぎない、あーうまいねこれね、猫魂で轟く月を止めながらっていう話か。でも、まあ、とはいえね相手アイロンハンズは地震受けたくないと思うから偉大な牙に猫魂したら下でね、あーでもこれはあれか、偉大な牙に猫しながらキリンがなんか変なテラサルして噛み砕くを受ける、おー毒ねえ、まあでも確かにね巨獣音が毒って言われてるぐらいですから、こういうやつ全部ねそういうのでいいんかもしれません。さあここで噛み砕くですが、はい強いですね。さあトリックルーム、いやーどうしたもんかね、これはどうしたもんか、まあ、偉大な牙は硬いけどね、このように非常に硬いんですが、インファイトでも耐えるっちゃ耐えるぐらいはあるか、まあ、一旦ここからはねどうやってしのぐかを考えていきましょうっていうところで、一旦アクロバ、アクロバありですね、生き残ったアクロバ、まあ土下座ベリッパー、まあまあまあありです、はい、守ります。はい、まあ、もしねなぜかリキキリン倒せたとしても後ろからなんか新しいアタカが出てくるの普通にきついですけどね、シンプルに。冷凍パンチをしっかりと守っていく、これ月なんか倒されなさそうな雰囲気出てきてますよかなりね。最後キネスを守っていく、ナイス、偉大な牙の圧力がやばすぎると話題にアクロバット、うえアクロバットでさあ、おー倒さない、うん、なんでもこれあえて倒さない、うん、これあえました、倒しません上級者は。で最後キネスは轟く月、まあギリ耐えるかなぐらいの、こいつ本当にねガブリアスの、ガブリアスより種族高いポケモン。あどうします、守りながら土下座、ここでね、格闘、まあ冷凍パンチ最後キネスでしょ、まあ普通に最後キネスだけでも倒せるから普通に土下座の包帯通りそうだけどね。月攻撃しながらリキキリンで最高なんじゃない、もうテラサル切っちゃったしね、まあ、そうですよね、いいんじゃないですかこれ、うますぎないですかこれは、これあまりにもうまくないか、ホケーさあ最後キネス、あでもこれあれだね、不意打ちテイルアーマーで食らわないのだけ覚えておかないと。ただこれはねトリクルもめっちゃいい感じしのげてはいるんで、そこは悪くないですね。トリクルも残り2、さあどうしのいでいくか、ここはでもまたこれあれか、いやこれもちょっと悩みどころであるね、土下座に格闘トドロクツにサイ、トドロク月にサイコっていうのがあるんで、雷パンチ読むなら偉大な牙なんですけど、まあさすがに格闘をね打ってくると思うんですよねアイロンハンズに。なんでここはまあアクロバットしながら守る、これが一番生き残りそうな雰囲気を醸し出してるんで、これでいきましょうか、通るんじゃないですか。全ターン蘇っていくよビエラ選手、こっから全体蘇っていかないよ、ここの蘇っていかないは結構だるいですね、はい、相当読まれましたねまあ仕方ない、まあ、トリクルも残り1なんで頑張ってしのぎましょうというところですが、
いやーどうしましょうか。偉大な牙がねかなり強いんで、ここはちょっとしっかりと守っていきますか。うん、偉大な牙を生存させましょう。まあ、土下座はまあもちろん生存させますよ、もちろんですので守りますと。でこのね土下座、今回素早さがまあちょっと高めなんで、アッサムより素早さ勝ってて不意打ち上から打てる可能性もまああるといえばあるので、悪くないですね。普通にドドゲさんは無振り素早さ70で、ハッサムは無振りは85とかなんで、普通のバレットパンチに対して不意打ち通せないんで、ドレインパンチでペリッパーいい感じに受けていきました。さあここはサイコクエース打ってくれてれば OK、 かなりいいです。これめっちゃいい、このターン読み勝ちとなりましたね。はい、かなり、はい、ここでまあ自信打ちながら、まあオフオフですかね。いや自信とかも打たないですね。ぶちかましとかインファイトとかそういうのっすね。はい、ぶちかま、いやでもテラスタル切ってるからもうケアする必要ないから、裏に一貫するやつを考えましょう。まあ地面か、格闘、まあ、地面、まあ、オリーバ、うん、オリーババチングに、どっちかな。まあぶちかましで、ぶちかましながら暴風これでいきましょう。命中もね安定だし、ワイドガードもケアできるということで、こいつねワイドガード、え、あ、オッケー、びっくりした、びっくりした、なんか相手になんかぶちかまされたかと思ってめっちゃびっくりした今、なぜか頭のバグ。さあ偉大な牙バグレベルの活躍からの鉄のカイナレベルのねポケモンを一撃で倒せるっていうのは本当にでかいですよ。はい、これもねやっぱり先発圧力かけてテラスタルとかをねしっかり前半で切らしたことによって、まあ、かなり安定して、はい、心配なく抜群の技を打っていけるっていうのはかなりいいですよねと。でこのトリックルームさばきあまりにも上手すぎるということで、シーズル、オッケー、ハッサム来て、残りは、あ、これなんか名前の響き的にオリーバっぽい、あ、オリーバ色違い、いいですね。さあペリッパーさすがにね、いくらなんでも、うん、いくらなんでもバレットパンチ両方耐えるコントロールなんで、これマジ両方耐えますよ。だからもうシンプルに地震と暴風、ハッサムもね地震で半分入ることがあの分かっちゃってるんで、もう敵ないですという感じですね。はい、さあいかがでしょうか、この偉大な牙無双に皆様はついていけてますか。自信自信、うわさあハッサムをしっかりと出していくオッケー、ハッサムをバッチリ倒していって、さらにオリーバに対しても暴風が通るということで、まあ、ガチトリル、もうしっかり勝っていくっていうところですね。オッケーはい、倒していって、オリーバの色のね、なんかあのオリーブ部分がめっちゃ渋い色してるね、ああいう色の服欲しいなって思いました。はい、感想が意味不明ですが、というわけで R さん対戦ありがとうございましたということで、まあ頑張ったと思った方はぜひチャンネル登録グッドボタンなどよろしくお願いしますということで、また次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。それではバイバイ。